はい、どうも建築は柴田丸です。今日は建築家の石黒さんの一日に密着したいと思います。早速聞いていきたいんですけど、石黒さんは独立されてますよね？そうですね、はい、で今アンビエントデザインズっていう事務所をやられて何年目ぐらいですか？3年目ですかね。それまではどういう経歴を送ってきましたか？建築系の大学院を出て組織設計事務所っていう大きな会社に就職して、で4年働いて、でその後辞めてアンビエントデザインズを始めたっていう感じです。はいはいはい。こう独立してから今こう3年目で、状況的にはこうどういう状況みたいになりますか？今年からは結構プロジェクトが増えてきて、今10個ぐらい並行していろんな仕事をしながら、そろそろメンバーを増やしたいなと思っているところ。いつも自転車投稿ですかね？投稿じゃないか。自転車投稿。安全に気をつけて。安全に気をつけて。もうなんか名古屋に住まれて、名古屋に事務所があるっていう。そうです。はい。お邪魔します。よいしょ。変わった事務所な感じしますよね。あ、本当ですか。はい。なかなかないですよね。こういう荒っぽい感じというか。いや、すごいなんか広い事務所ですね。そうです。80平米あって、こっち側は倉庫で、見せれないぐらい汚いんですけど、こっち側が事務所スペースです。それで2018年の頃とかはイベントとか、柴田丸さんも来てくれたりとかしましたけど、ここでトークイベントやったりとか、まあ今年コロナとかもあって、こういうところに人を集めるのはできなくなったのと、結構プロジェクトが増えてきて、そっちの準備とかも時間が取れなくなってきたので、でもまたメンバーが増えたらいろいろしたいなとは思ってます。はい。今は何されてますか？図面描いてます。これ何の図面ですかね？これ今日午後行く現場のセブンストーリーズっていうホテルを名駅で作っていて、それの図面ですね。今日はどんな一日になりそうですか？午前中このセブンストーリーズの図面とか資料、打ち合わせ用の準備をするんですけど、ね、午後現場行って、施工者の方とちょっといろいろと打ち合わせをしたいので、そのためにこっち側が伝えたいことを図面にして打ち合わせるって感じで、それを今最後のちょっと詰めを書いてる感じですね。あ、石黒さん、はい、お昼になったんですけど、大体お昼ご飯ってどんな感じで食べてますか？近くによく行くお店があって、そこにランチにいて、打ち合わせとかいろいろ話しながら食べることとかも多いんですけど、今日火曜休みで、なので今日はちょっとUber Eatsを食べますか？はい、思うんで一緒にどうですか？じゃあお願いします。はい、タイ料理でもいいですか？あ、タイ料理好きですね。じゃあ選びましょう。違う。こちらが柴田丸。はい、ありがとうございます。独立して3年目じゃないですか。なんかどこが一番大変でした？これぶっちゃけた話になるから喋って切るとかもあるかもしれないけど、ウェルビーのやつあったじゃない？はい、あれすごい大変だよね。はい、じゃあ今から打ち合わせですかね？そうですね。名駅のホテルの現場に行きます。はい。電車で、はい、地下鉄で行きます。はい。あ、着きました。はい。ここです。おお、すごい。ちょっとお邪魔します。お邪魔します。ああ。アンビエントさんは 何階を担当してるんですか？8階です。あ、8階、一番上です。ああ、自らの足で8階登るって久しぶりの経験。いやでもちゃんとした階段があってよかった。あ、配管ができてますね。床下に今配管とかそういう電気とかそういう工事感じですね。ここが100縮まってこっちスライド。なるほど。あ、そうかな。取ってもらえばもう材料この中に流すやつは一応取る手はずにはなってるんですけど。L と50角全部同ずらです。そこに 9.5。けとかはまず作ってなくて、新森さんのも作ってないけど、新森さんでもこう釣るだけだから天井釣るやつをまあ増やして。はい、ということで今現場からここ移ってきたと思うんですけど、この場所はどういう場所ですか？ここはプロジェクトまとめてくれてる松田君がオフィスとして使ってる、まあ、シェアオフィスみたいなところで、もともと古い小学校だったところを改修して、いろんな会社さんがオフィスとして借りているっていう場所です。名護のキャンパスのところで、でここはみんなが使える共有の打ち合わせスペースっていう感じですね。これなんですよ、手書きの。で何が変わったかって75が60になったっていう話で、薄くしたくなったというか検討していて、50角パイプに直接穴を開けるってことですか？そうですね。タイルが在庫品で、それにかける釉薬を上塗りをちょっと工夫して色味を調整する。それをまだやってないだけで。打ち合わせから帰ってきたところなんですけど、今ちょっとおやつ中って感じですかね。そうですね。もう打ち合わせで疲れたんで声がもう本当に疲れた声してはい。今6時ぐらい。はい。もうちょっとやって終わる感じ。はい。なんかでもこれもやっぱりさ、これをこういう感じにした方がいいよね。別に一個一個すり合わせる必要ないと思ってて。うん。こっち。お疲れ様です。お疲れ様です。一日、密着させてもらってたじゃないですか。はい、ありがとうございます。はい、で、今そう3年間事務所をやってて、ここが大変だったなとか、逆にこういうことは独立してみてよかったなみたいなことありますか？大変なのは毎回新しいことをやり続けるので、一から考える必要がある。ことですね。はい、良かったのは毎回新しいことをやれるでも本当にそんな感じですね。だからまあ大変だけど、やりがいもあるしっていう。そうですね。会社に勤めてた時に相手があんまり見えないような仕事が多くて疑問に思ってたところが、今はそういうことがあんまりないので、やっぱりそれはすごくいいなと思ってますね。はい、ということで今回密着ありがとうございました。今回ちょっとアンビエントデザインズの石黒さんに一日密着して、なんか建築家の人はこうやって過ごすんだなって僕も思いました。なんか自分でも全然違う生活だったし、3年目になるとこんな感じになるみたいなんで、是非参考にしてみてはどうでしょうか。ということで今アンビエントさんはなんかスタッフもだけどアルバイトも募集してるんですよね。そうですね。スタッフも常勤と非常勤募集してますし、アルバイトも募集してます。アルバイトだとどういう感じで働いたりするんですか？今やっぱりコロナもあるので、結構今年はオンラインでアルバイトやってもらっていて、なので、関東とか、それこそ全然関係ないもう海外とかでも Zoom とかで打ち合わせしながら図面とかモデリングの、お仕事をお願いしたりしているので、もし興味がある方は気軽に連絡していただいて、まずは Zoom とかで話したら。はい、ということで概要欄に募集のリンクとか貼っておくので、ぜひ行ってみてください。多分気軽にお問い合わせしたら対応してくれると思います。なんか柴田丸が言ってましたって言えば多分話もしてくれると思うので、連絡してみてはどうでしょうか。はい、ということでこんな感じです。じゃあね。